前園正清のおじさんだけど遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。この間は足元のおしゃれを学びましたね、はいはいはい、スニーカー、はい、今日は、まあ、後ろにあると古着屋、はい、あーなるほどね。なんてお店ですか。ベルベルジですね。ベルベルジ、昔ちょっとやっぱり好きでハマってましたけど、はい、いやー古着屋さんに来るなんかもう何十年ぶりかじゃないですか。20代前半以来。スニーカーのコメントで、はい、前園さんはゴリゴリのヴィンテージだったとか好きでしたから、はい、その当時はやっぱり、はい、ええ、結構なんか、はい、ハマってました。なるほどなるほど、うん、ということで今日もですね、はい、おしゃれになるアイテムをいろいろご紹介していただけると思います、はい、はい、じゃあ行きますか。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はじめまして、前園です。はじめまして、野原と申します。よろしくお願いします。お願いします。古着屋さんですか。そうですね、はい、まあ、ヴィンテアメリカ古着を扱っているヴィンテージ古着屋になりますね。あ、すごい久しぶりに入りましたよ、うん、ファーストですか。そうです、さすがですね。ファーストって何ですか。リーバイスの G ジャンの、一番最初のモデルですね、はい、これ復刻じゃなくてはオリジナルですね、はい、高いんですか。いや高いと思いますよ。それは高いですよ。だってこれ年代的に言うと、だってこれで1947年ですよっていう、47年ね、ファーストはこの、 あのポッケが一つなんですよ。そうです。これセカンドになるとこっち2つですね。これあれですよ、片面ですよね。そうです、片面タブが使われていてっていう。これ見たら高いとか分かんないでしょ。普通にその辺で買えるもんだと。いや、まあまあまあ、まあ、知らない人が見たら多分そうなると思うんですけど。どのぐらいの頻度がするんですか。まあ、サイズと色味でかなり変わってはくるんですけど、このお店で売るとしたら100万円はつけるかなっていう。もっとあのすごいのももっとあるので。でもめっちゃ状態いいですね、はい、まあまあそうですね、はい、一応気をつけてメンテナンスしてます、ね。前園さんも当時着てらっしゃったんですか。着てました、うん、前園さんはなんでハマったというか。いやね、そのハマったのはやっぱその時代もそうだったんです。だから古着も少し流行ったんだけど、ただやっぱり値段高いんですよ。その当時でさえ高かったんで。でもなんか90年代前半とかあって流行ってましたもんね。流行ってましたね、やっぱりその、はい、でちょっとこうなってきて、また今なんか流行って、またあれですか。もうすごいですね。すごいです、はい、だからもう前田さんそれは持ってないんですか、その当時の。これね、だからあのもう二十何年ぶりに実家、鹿児島なんですけど、実家に行ってなんか倉庫みたいなとこ見たら、もうそれを履けるとか、はい、売れる状態じゃなかったです。そのもう股間をちゃんとしてなかったんで。ちゃんと多分家とかで持ってこういうところにこうやったけばまだでした。もうだって倉庫に入れて段ボールで、何にもあのメンテナンスしてないから、もうそれはもう大変なことになりました。あったらお金になってたかもしれない。ちょっと言い方があるんですけど、まあまあでもそうですよね、はい、今日はですね、はい、そのこんな古着屋さんでですね、はい、定番の人気商品だったりとか、あとは高価なものだったりとか、はい、レアなもの、はい、そして、うん、前園さんにですね、うん、今の年齢の前園さんに似合うコーディネートとそうなんですか、当時の、はい、前園さん、例えば20代ぐらいの前園さんに似合うコーディネートを用意していただいてるんです、はい、おー、なるほど、2パターンってことですか。ちょっとこの着てみて、ね、楽しんでいただければ。わかりました。思ってます、はい。あちらの方になるんですけど、はい、ここ最近、ここ数年って言ったらいいんですかね、はい、で、まあ、この夏場とかの定番っていうか人気商品っていうと、この辺のラルフローレンの、解禁のラルフローレン、これがもうヴィンテージなんですか。まあ、ヴィンテージっていうよりは、まあ、年代90年代ぐらいのものがメインではあるんですけど、そっか、この辺もかなりやっぱ着やすいっていうところと、なるほど、はい、そういったところもあってかなり人気はありますね。ディスプレイしているもの以外にも、はい、このラックにもあー、なるほど、っていう感じになりますね。これラルフローレンポロ、あーすごいね。前園さん、どういうふうに着たいかっていうのもありはすると思うんですけど、はい、うん、
まあ、この辺とか気持ち緩めに、ね、緩めに羽織れたりするのかなっていうサイズ感だと思います。季節的にもいいですね。はい、価格帯はいくらぐらいなんですか。これがざっくりなんですけど1万円前後になってます。これで、うん、このミディアム表記っていうサイズ感で1万2800円に消費税っていうお値段になってたりとかして、うん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 、ポロラルフローレンはやっぱシャツをあんまり着たことなくて、うん、ポロシャツみたいな感じが多かったんで、着たとしたらこの辺とかもすごい合わせやすそう。確かにね、いい色。やっぱこう何ですか、ここ数年本当オーバーサイズで着るっていう流れがあるので、はい、そこからっていうのもあってちょっとこうピタピタっていうよりは気持ち緩いぐらいのサイズ感で着る方が本当多いですね。本当、当時っていうところではもういわゆるピッタピタのジャストサイズで着るっていうものが本来の着方ではあります、うん、だんだんやっぱり変わってくる、はい、そうですね、着こなしも、はい、その値段が高いものとかその希少性のあるものってなるとうちの地下のフロアに出してるので、はい、ぜひ地下にご案内できればと思いますので。よろしいですか。はい、もちろんです、はい。ああ、すごい、この香りね。思い出した。地下のフロアにはその年代がやっぱ古いもの、はい、基本的に70年代以前の以前のものアイテムを揃えていってヴィンテージデニムとかでなると、はい、ここのフロアでお探しになる方が多いですね。この匂いがね、もう本当こう入ってきた瞬間に思い出しましたよ。うちもこんな匂いしてたんですよ。古いヴィンテージの、はい、多分もうこれ染み付いてるんですよね。カビとは違いますもんね。なんかこの古着のこの匂いがあるんですよね。ありますよね。ありますね。この辺の壁とかにかけてあるのも対戦モデル、はい、こっちから右側は対戦モデルですね。第二次世界大戦中の、はい、501WX になっていて、はい、まあ、なので1942年頃から45年頃までのデニム。これもだからさ、ほらここ、はい、カーパッチもないじゃない、はい、まあ、これはついてるけど欠品かと思います。欠品じゃないですよ。まあこう本当はこうなるんですよ。まあ、まず対戦モデルって言ったらもうこのバックポケット、このリーバイスの代表もう 代名詞でもあるあのアーケードステッチがまずないんですよ。はい、で物によってはこのアーケードステッチのあのアーケード自体がペンキで書かれているものもあったりはします。はい、そのやっぱ戦争中ってことなので、はいはい、いろいろ物資を削減するっていう意味で。そのステッチを、その省略したりだとか、はいはい、そのこっちのポケットですね、コインポケットって呼ばれるところなんですけど、はい、ここって普通リベットが打たれてるものなんです。金具ですね。そうですそうです、はい、リベットが打たれてるんですけど、ここも外して、うん、ボタンが、うん、これリーバイスのボタン、リーバイボタンって呼ばれるものなんですね、うんうん、っていうのが月桂樹ボタンとドーナツボタンが使用されてるんですよ、うんうん、でこれに関してはその当時リーバイスボタンよりも安価なボタンになるんですよ、はい、そういった意味で安いものを使えよっていう風に多分言われてたもの、今となってはもう対戦モデルにしかないものボタンになるので、はい、それがめちゃめちゃ人気があるポイントにはなります、はい、これで300万円の商品ですね。僕だからこの辺持ってました。持ってました、はい、でもこういう値段じゃなかったです、その当時。その当時も高かったけど、こういう値段じゃなかったですよ。で、やっぱり微妙にこういうね、こういうところもやっぱ違うんで、全部。まあ、色合いも違うじゃないですか。うん、かっこいいですね。まあ、今、うちのお店にある商品で、一番高額な値段がついているっていう商品が、ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。うちのお店にある商品で一番高額な値段がついているっていう商品がリーバイスの 501WX の1937年モデル。いやいやいや値段見ました。まあ7万ですね。ですよ。ちょっとボロボロに見えるような。ああそっか、まあ、でもそういうことですよね。モデルとしては 501WX
その WX っていうデニム自体が、はい、その1966年頃まで作られているんですけども、はい、その中で、うん、まあ、もう裏面ですね、はい、のバックルバック、はい、シンチバックですね、はい、がついていて、でリーバイスのこの赤タブって呼ばれるものですね、これがついている、この2つがセットでついているっていうことは、もう基本的に1937年頃のデニムだっていう断定ができるものになっていて、でそのリーバイスのアーケードステッチも、普通のリーバイスのデニムだとこういった感じでこういうここに、クロスする線ができるんですけど、これはもうそのまんま繋がっているっていうステッチになっていて、これ以降のモデルでもなんですけど、革パッチ、レザーパッチがつくものになっていて、でレザーパッチがこの状態で残ってるってことは結構希少性が高い。そうですね、はい、大体さっき言ったもうなかったりポロポロしたりとか、はい、今紙なんですよ。そうです、今のモデルは、はい、だその何年までかがこの革なんで、まあ、それでこれ残ってんのすごいですよ。これは一応その綺麗な方みたいな綺麗な方ですね、はい、めっちゃ綺麗でしょ。1937年頃30年ですよ、熱がこの状態で残ってるって、いわゆる当時の新品の状態っていうのはデッドストックって呼ばれるものなんですけど、これはデッドストックではないです。あ、じゃないんだ。でも相当しっかりあれしてますね。そうです、デッドストックの状態だとやっぱ色、デニムの色ってやっぱ真っ赤っ赤の状態なんですよ、うんうん、それに近ければ近いほどやっぱお値段がつく、うん、価値がつくものになってくるので、うん、まあ、そういった中ではまあやっぱ色は濃い方、濃い方ですよね、はい、これ700ですもんね。そうですね、これが一番高いですね、はい、この状態込みでこのお値段に設定させてもらってる。リーバイスだからってことですか。まあ、リーバイスがやっぱ一番値段は高いです。やっぱ認知度っていうところと人気っていうところと、うん、はい、今の方が高くないですか、その、90年代ぐらいの時より。全然今の方が高いと思います。いや多分こんな金額なかったと思うよ前園さんも当時はその3桁でもやっぱ購入はしてたんですか。3桁俺買ってないと思う、60万70万だったような気がするな、うん、それでも高いじゃん、ボロボロだよそうですねこれがそう見えないっておっしゃってたじゃないですか多分分かんない人はあいつボロボロ履いてんなと思われてたと思うんで生きって履いてたけど、いやいやもうそんなこともあるんですけど、欲しいと思わなかったですよ700万いやまあそれだからそれは人それぞれですから、そのもうこれの価値があって好きな人はもう手に入れたいってなるわけですよ。それはこのクラスに関してはやっぱもうどんどん値段が上がってるので、まあ、言っちゃえば投資感覚みたいな人も中にはいると思います。けど全く着用しないっていう人はあんまりいないですね。これ今のリーバイスの素材となんか違うことはないんですか。同じなんですか。生地がっていうところはあのどっちも、100% コットンで作ってるとは思うので、うん、そこに違いっていうのは大きな違いはないと思うんですけど、やっぱその色落ちにやっぱどうしても差が出てくるんですよね。まあ、今もジーンズとか新しいの入って、そのいわゆるヒゲとかいろんなこう色落ちも考えると、こう洗わないとか、はい、匂いちょっとつくけどなるべく洗わないでこう過ごすみたいなっていうのも一時期なんか言われたりしてましたけどね、はい、これぐらいのレベルのものってなってくると、やっぱ洗うのにもどうしてもやっぱ気を使うことになると思うので、その普通の一般家庭で使ってる洗剤っていうよりは、その色落ちを防ぐとかっていうデニム用の洗剤っていうのも、うん、いくつか出ているので、そういった洗剤を使って、まあ、あの丁寧に洗ってあげる方がいいのかなとは思います、まあ、デニムに関して言うとなんですけど、うん、そのパンツで言うとやっぱ膝部分だったりとか、はい、ウエスト部分こうやっぱどうしても負荷がかかる部分になるので、はい、そういったところから生地が伸びて、うん、でダメージが来やすいっていうことになるんですよ、うんうん、それを定期的に水を通してあげることで、こうデニムコットンの目が詰まるっていう意味で、なるほど、より長持ちさせることができる。なるほど、長持ちもそうなんですね。そうなんですよね。この後その前園さんに、はい、なんか今に、ああそうですね、はい、はいはい、当時の前園さんに似合うヴィンテージを、はい、セットアップ両方とも、あ、ちょっと楽しみですね。ご用意してます。あ、そうですか、はい。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。
こちらになりますね。ストライプ、そうですね。ボーダーの、ボーダーですね。はい。T シャツ、 T シャツ、OT に、はい、に合わせていただくのが、はい、まあ、僕も着てるんですけど、はい、これリーバイスのターストの、まあ、マッコンですね。はい、これちなみにどれぐらいですか、お値段ですか。はい、これが200万円に消費税ですね。多分これぐらい色濃い方が多分今の前田さんにその上品な感じで合うのかなと、なはい、色落ちしてない感じで、はいはい、に、下はこの505、ちょっとテーパードが効いてる少し細身のブラックデニムを合わせていただこうかなと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、200万の洋服まず持ってないですもんね。スーツで行くとそういうのあるけど、20万ぐらいとかね、ちょっといいブランドさんとかで、これ最後に羽織りますから、ちょっと200万ね。じゃあ200万の羽織る前はいけましたか。はい、いけました。いいですか。はい、はい、あー爽やかな、爽やかですね。はい、うんうん、いいっすね。これで200万羽織ですね。おお、なんか、うん、なかなかロケでは見ない感じ。そうですね。でもやっぱりこのサイズ感ですね。なんかちょうどいいぐらいの。そうですね。10歳ぐらい若返ってなかった。若返りました。あ、そうですか。40ってことですか。はい、じいちゃんとか着なくなりましたもんね。綺麗、やっぱりなかなか、綺麗め系が多いですよね。そうですね。普通に200万着てますけどね。200万着てると腕組んでますよね。そうですね。シワがここにね、ダメージが。パッと見合わせとしては僕もほぼ同じなんですけど、はいはい、でも全然やっぱこう上品さが違うという。ああ、ちょっとやっぱりこのね、はい、濃紺だとまたちょっと違いますよね。着心地っていうのはその昔の服じゃないですか。全然いいんですか。はい、いや、いいですよ。全然そのなんていうのかな、ちょっとこうシルエット。なんていうのかな、そんなピタッじゃないですけど、あとこう少し短めというか、今またなんかちょっと流行ってると思うんですけど、全然その昔のやつだから着心地悪いとかそれはないですよね。うん、これ買います。え、買います。買う、どれ、これを。これは買うって買えない。でもなんかやっぱり着るものによってちょっとこう変わりますね。なんか自分で見てそう思いましたね。あ、でもなんかね、選んでくれたこの色合いとかも、はい、やっぱ大人のこうシックな感じに、あのジージャンとかだけどもなりますよね。うん、いいですね、なんかいいっすよね。はい、うん、あ、いいっすね。ここからでもまだ20代に戻りますからね。用意していただいてるの不安で仕方ないですよね。50歳が20代に戻るっていうことでしょ。はい、不安でしょうがないですよね。じゃあ、T シャツ着てたな。本当にミッキーの全然雰囲気違いますわ。あ、違いますか。はい、こっからだからアウターがあるんですか。そうです。うわ、これ着るとまたちょっと違うんじゃない。少しワイルドさがあった方がいいのかな。はいはい、革じゃん。あー、かっこいいですね。うん、うわー、懐かしいなあ。いいっすね。イケイケな感じしますよ、ね、え、イケイケな感じ。イケイケの感じます。いいっすね。ハイサウンバッチリっすね。バッチリですね。ミッキーのこのいいな。パンツが、リーバイスの501ではないんですけど、はい、その、いわゆる今で言うスキニーパンツ、なるほど、リーバイスの606っていう、はい、品番のものになるんですけど、はい、これもちょっとあれですか、ヴィンテージとか。あ、年代としては60年代頃のものなので。そうなんですね。ちゃんとしたもうヴィンテージのデニムですね。でも全然今時のなんかシルエットですね。うん、そうなんですよ。ですよね。それもあってかなり人気が高いですね。おー、いいっすね。だから服が変わるとなんか
表情もやっぱ変わるんですよ今これスニーカーですけど、はい、昔はここにレッドウィングとか入ってましたから、いいですね、合いそうですね、ですよね、はい、入ってたんで、あと洋服でやっぱ年齢が全然こう確かに変わりますね、見方が、若さが出ます、相当若く見えます、あ、そうだよね、いいっすね、いいっすよね、おじやそ、どうでしたこの古着今やってみて、ちょっと思い出しました、うん、思い出しましたね、だから香りとか、あと着てみると実際ね、昔やっぱこういうの着てたな、好きだったなっていうのを思い出しましたね、うん、でその頃よりもよりその古着、まあ、いわゆるヴィンテージって言われるものもやっぱ価値がまたこの今はより上がってきてるっていうのがやっぱり金額含めて見て感じたんで、改めて実家のダブル X とかちゃんと段ボールに入れて、なんかもう見たことのない色とカビと虫が食ってましたよ。ね、時計とかもおっしゃってましたけど、スニーカーもそうだけど劣化するからちゃんと管理してればねあれだったけど、でもやっぱ価値が上がるその年代物のものっていうのはやっぱ改めてねすごいなと思いましたよ、うん、いやー現代アート、はい、5万円で買った作品が10年後に500万円というのは結構ある話なので、投資としてのアート、はい、やっぱりキャンバスの大きいものになってくると、はい、まあ数千万円もしくは数億円、まあ、1点が10億円ぐらい、やばくないですか、ここまで来るともう僕は分かんないですよ、